岡崎駅は、愛知県岡崎芝根町東生東嵐湖にある、東海旅客鉄道東海道本線及び、愛知環状鉄道愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は、東海道本線が CA52、愛知環状鉄道線が01、愛知環状鉄道線は当駅を起点とする。東海道本線の運行形態の詳細は、東海道線を参照。 中心市街地に位置する名鉄名古屋本線の東、岡崎駅に対して、当駅は岡崎市の南高に位置するためかつては換算とした雰囲気を持っていたが、1980年代中頃より東海道線の列車が増発されると乗降者数が増加し、現在では岡崎市の主要駅の一つと位置づけられている。市内にある 岡崎を含む駅との区分のため、JR 岡崎駅と呼ばれることが多い。現在の東海道本線に当たる路線の建設に当たって、急勾配を避けるために、五湯、赤坂の宿場町を避けて、蒲氷を経由したため、当駅は岡崎市街地から南に離れた羽村に建設された。これに関して、五湯と赤坂が鉄道を寄避したという説や、 岡崎塾が鉄道を忌避したため市街地から離れたという説が鉄道忌避の代表例として古くから語られていたが、これらはその根拠となる資料が存在しない。実際にはまず、矢作川橋梁の位置を決定した後で、釜郡理政の線形を検討した際に地盤が軟弱な地域があったことや、市街地に線路を通すのは用地買収の際により困難をきたすことなどの、 条件を検討した結果としての位置決定であったことが真実とされている。1898年、市街地と駅を結ぶための馬車鉄道である、岡崎馬車鉄道が開通した。しかし、1923年8月8日に、愛知電気鉄道岡崎線の東岡崎駅が、市街地中心付近に開業したため、以後は長距離客を除いて、 町の中心駅としての地位はそちらに譲ることになった。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを有する地上駅。単式ホームを愛知環状鉄道、島式ホームを JR 東海が使用する。東海道本線は内側の2.3番線が本線、1.4番線が副本線となっている。なお、昼間の東海道本線では、 快速列車系統と普通列車の緩急接続が行われる。校内の東西を結ぶ、京上駅舎と自由通路を備える。JR 東海の駅長、駅員配置駅である。管理駅として、三金駅西岡崎駅間の各駅を管理している。駅舎内部には JR 全線切符売り場や、自動券売機、自動改札機が置かれている。 愛知環状鉄道の駅員はいないが、2021年3月4日まで、同線専用の自動券売機が設置されていた。翌5日からは、JR の券売機で愛知環状鉄道の乗車券を販売し、JR と愛知環状鉄道で改札は、共用している。2004年11月14日まではレバ番線から、発車する愛知環状鉄道線の列車は、 東海道本線の上り線を逆走する形で運転されていたが、単線の専用線路が季節線に並行して増設された。霊番線から東海道本線には線路が直接つながっていない。かつては、港内東側に駅舎があったが、1990年に現在の京上駅舎になった。貨物営業を行っていた頃は、駅舎の南側に、 有害車用貨物ホームや貨車留置線があった。また、1960年代までは三流車工場や日清宝石張り先工場の貨物ホームへの専用線も伸びていた。2006年に JR 東海がとかを当駅を含む区間で導入し、その後の2019年3月2日に愛知環状鉄道もとかを導入した。これに伴い、当駅には、 IC カード用の乗り換え改札機が設置されており、当駅で乗り換える場合は、乗り換え改札機にタッチ、当駅発着で、愛知環状鉄道線を利用する場合は、当駅の改札機と乗り換え改札機の双方にタッチする必要がある。なお、乗り換え改札機にタッチしなかった場合は、金山、高蔵寺経由の運賃で生産されるため注意が必要である。 愛知環状鉄道線の都下導入以前は、都下等で東海道本線を利用して、当駅で愛知環状鉄道線に乗り換えるには一度改札を出る必要があった。名古屋方面への当駅始発の一部が一番線からの発車となる。早朝の豊橋方面の始発列車は四番線から発車する。また、名古屋方面からの一部列車は四番線に到着する。 岡崎駅と東岡崎駅の1日平均乗車人員の推移。国鉄時代は、市の中心部に位置する名鉄の東岡崎駅と比べて、市の難航という立地条件や名古屋市までの利便性などにより不利な立場であったが、JR 発足以降は同市までの利便性が向上したほか、運賃と所要時間については JR が優位となったこともあって、利用客は年々増加している。 このほか、商業施設や公共施設も東岡崎駅前や市の中心部である、厚生地区から当駅にほど近い戸崎、羽地区への移転、新設が進み、それに伴い駅周辺を含む、市南部の宅地化及び再開発が進んでいることも、利用客増加に一役買っている。愛知県統計所、愛知県統計年間、岡崎市統計所各号によると、 1>, 1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。岡崎市の中心市街地は名鉄東岡崎駅付近にあり、当駅は南高に位置するため換算とした雰囲気を持っていたが1980年代中頃より、東海道本線の列車が増発されると乗降者数が増加。現在、シビックコア畜整備事業により、駅周辺の再開発が行われている。 再開発に伴い周辺道路では商業施設の出店や高層マンションの建設などが著しく見られる。また、東口のタクシー乗り場と待合駐車場の改修工事、駅構内の自由通路の延伸やエレベーターエスカレーターの設置、立体駐車場の建設が行われた。2009年にはバスターミナルが完成し、従来三菱東京 UFJ 銀行前から 発車していた市民病院行きなどもバスターミナルから発車するようになった。岡崎市役所は名鉄名古屋本線東岡崎駅が最寄り駅。ありがとうございます。